皆さんこんにちは、クラブの草野でございます。いや今日ね、まあこれ使うかどうか分かんないんですけど、生徒さんが部活を引退して、もうとりあえずね今日でクライアントのレッスンは最後ということで、ね、最後何がしたいですかと聞いたら、一緒にねデュオをやりたいということで、それをこう受験のお守りにしたいと思いますということで、ね、なんかすごく嬉しくなっておりまして、でちょっと曲を探して簡単にできそうなものをこうレッスン中に仕上げて、一緒に2人でデュエットしてみようかなと思っております。何かこう今日はねレクチャーをするとかそういう感じじゃなくて、こう普段のねレッスンというかこう思い出というか、曲はですね探しまして、ちょっとネットでダウンロードしてきたんですけども、いつも何度でもこれがねちょうどサイズ的にも難易度的にも良さそうかなと思いまして、はい、やってみようかなと思います、うん、これいい曲だから、なんかこれをねこう勉強しんどいなという時に聴いて、なんかちょっと癒されてくれればなって、またこう大学受かって、あ高校生の生徒さんなんですけども、大学受かってまたこうねクライアントやる時のモチベというか、あ来ようとしてたんだっていう風なところに戻ってこれるような曲作りができたらなと思っております。なんで多分130か、もうちょっと早いんじゃない。で、メノモッソを D から D となってる。このちょっとこうメノモッソするといいんじゃない。ここダンパンパン。E括弧の前だから。32からいこうか。感じでいくといいのかな。はい、あとはちょっと楽しみつつ。
しに。ましょう。お願いします。自分の緊張したね。撮ってるって。いや、そういうこと。